皆さんこんにちは。今回は先手番でやっていきます。相手の方は対振り持久戦が得意ということで、今回はちょっとメイドシステム使っていきたいと思います。銀上がって角を引くっていう指し方ですね。これで角を引いて指していくと、まあちょっとこう一見こう変な感じなんですけど、これがすごい有力と。まあこれ端歩ついてみようかな。端歩ついてちょっと様子見てみるか。端歩ついてやっていきたいと思います。まあなんかこれ端角出る含みとかあったりして、ちょっとなんか得みたいなの見た気がするんで、端歩ついていきたいと思います。歩突き同歩同飛車と攻めてくる手はあるんですけど、まあ下から歩ここに打っといて、後々銀銀とかでこう圧迫していくっていうのが、まあ一つ有力な指し方ですね。でまあ歩ついて、居飛車で使うことも見せつつやっていくと。相手の方交換してこないですね。ここちょっと警戒されてる気がする。あーそこでこれはまあ取るしかなくて、同飛車にまあここに歩打つのも自然だとは思うんですけど、ここに歩を打つのがこの戦法の狙いですね。銀銀を見せていくというところですけども、まあこれは女性 YouTuber、まあ、メイドさんでおなじみって言ったらいいのかな、押木結衣さんが考えた戦法ですね。メイドシステムとも呼ばれているんですけども、まあ、ちょっと嬉野流に似た感じでっていうところなんですけど、すごい有力な戦法ですね。まあ、飛車先の歩交換できるから取得、まあ、銀銀でいじめていくのがこの戦法の狙いなんですけど、なんか銀銀出た後に歩ついて飛車回るみたいな展開があるんですよね。それを考えた時に飛車先の歩を交換しといた方が得な気がするから、ちょっと交換しとくか。歩ついて同歩で同飛車で歩打ってきたら飛車を引いておくという感じでいきたいですね。銀銀で銀でもうどんどんいじめていく。圧迫大先生、銀の圧迫大先生で言っといて、で歩から飛車回りですね。この構想マジで天才よな。これなんでこんな思いつくんやろ、ほんと知りたい。こういう斬新かつ強い戦法を思いつく人ってどういう思考してるのか、ほんと知りたいですよね。なんか斬新なだけの戦法を思いつくならできるけど、なおかつ有力っていうのは難しいよな。その両方を兼ね備えるのはなかなか簡単なことではないので、すごいんですけど、歩ついてまあ飛車回っていきますか。飛車回っていきましょう。これで向かい飛車にして逆襲していくっていうのがこの戦法の一つ狙いですね。まあ相手の方はここの歩ついたから桂跳ねで、対応しようってことだと思うんですけど、いやこれってさ、歩ついたらえぐいことなる。歩ついて次歩つけたら起きそうですね。歩なり狙えるから。ただ歩には一応歩ついて同銀と取らせてから飛車走って同飛車同桂みたいな、まあでもそれ最後飛車ここに打てば銀桂両取りやからこっちいいか。やっちゃう、やっちゃうんかな。いや怖いなこれ、こっちも怖いのは怖いな。まあでもついてみるか、ついてみよう。もうズドンで行ってみましょう。どん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 進めと。ひるむんじゃねえぞっていう、ビビるんじゃねえぞってこと。ビビってるやつはいませんね。これ歩ついたらどうすんの。歩打つんか。で飛車先を止めると。でもそれ同銀同桂同飛車とかワンチャンあるけどな。相手の方歩切れなるんでないのかな。あるけどな。歩ついて歩打ちます。同銀同桂同飛車、次歩慣れたら大きいから多分まあ金上がりとか銀引きで受けてきます。でも最後桂馬打ってここの地点足す手があるんですよね。まあ銀とか打って受けられちゃうけど引いといて、なんかいつでも歩なり同銀同桂なりとかガリガリ攻めていく手があるんで、いっちゃうでしょこれは。審判並みに何も考えずについていくか。いや荒いかな、さすがに荒いさ。あ金、金で一回受けてくる。
金にはどうしよう。ちょっと玉囲いたいけどな、一回ぐらい玉寄ったりして。玉ぐらいまでは囲いたい。あと、歩ついて角使う手を見せたいっていう気持ちもある。その気持ちもあるんですけど、どっちが先やろ。まあ、歩ついて角出ても止まってるから、すぐ使えるわけじゃないから、ちょっと玉囲うか。これで一旦玉囲う。いや、銀。まあ、これは玉囲って。銀銀とかでなんか厚みおじさんかな。あ、角で。これは歩ついて、角通して、ここに歩打って、なんか対応しようってことですね。いや、それ嫌か。歩つきます。角通します。で、相手の方からここに歩打って、飛車で歩取るっていう手があって、それ狙われると嫌ですね。でも、歩ついて、こっちも角ここ出れるようにして、この歩を守ればいいのかな？なんか謎の戦い始まってる。謎の駆け引き始まってるんですけど。謎の駆け引き始まってますね、これ。こっちぴょんぴょんとかしたいな。ぴょんぴょんでなんか同桂同銀みたいな感じなれば、まずまずな気がするんですけど。いやー、ついてきますよね。ついてくる。ついてくるにはまあ、角。いや、角こっち上がっても別に歩打たれてなんもないか。角歩。なんかこう利かしてこうでズドンで飛車中でなんか飛車取ってやっていきたいんですけど、歩成りは同金、そこで歩打っても別に同金ですもんね。まあ角出るぐらいなんかな。まあちょっと角出とくか、歩支えて。しかしこれなんか桂馬で当たってきそうなところが怖い。まあ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 玉寄って桂馬跳ねちゃう。ちょっとここが弱くなるからなんか後々ぴょんぴょんでぴょんでぴょんみたいなことが気になるけど、まあ跳ねれ使えたらでかいもんな。こうやってなんかこうぴょんぴょんで跳ねて同桂同銀ってなって、ここの桂馬がいなくなると後々角出が飛車取りになったりして攻めつなげやすそうなんで、まあちょっと使っなんか怖いけど使っていくか。お互い怖いでしょ。相手玉もすごい薄いんで、お互い様と言いながら、桂馬を跳ねまして、いや、形勢どうなんやろ。難解。難解オブザイヤー受賞してますね。今年一難解。桂馬跳ねて、ま、あ、ふーってきますよね。ま、桂馬跳ねて、同桂なら同銀って感じかな。あ、でもそれ、待って、桂馬跳ねて同桂同銀ならなんか桂打ちとかある？歩成りと桂成り狙って。あ、それちょっとなんか気持ち悪いか？あ、それちょっと気持ち悪い説ある。そんな説はない？なんか大丈夫な気もするけど。やっぱ桂馬跳ねて同桂同銀ってなると角出の高飛車取りの反撃があるんで、まあ大丈夫かな。もうなんか行くか。行って前。行って前打線で。同桂同銀。なんかこの速さ打ってくる。絶対打ってくるわ。この速さは絶対。ほらね。でもそれには知ってましたよと角を出ていく。ちょっとこれ桂成りが角取りにならないようにした意味がありますね。で、飛車を引いてくる。飛車走るかな。なんかこれ、こことここ両方受けるなら桂打ちって言って考えたいんですけど、それ風なってきて、同桂って取らせた後に桂馬こっちなられるとちょっとこう技かけられちゃってる感があるんで微妙ですね、こっちが。だからまあ、だから飛車走るんですかね。一回飛車走りまして、歩成りだけはちょっと飛車圧迫されて嫌なんで回避しといて、まあ桂なってくると思うんですけど、これが角で飛車取りなんで、まあ一回逃げといてどうかですね。まあ、成り桂作られたんですけど、こっちもなんか、この角のライン活かして攻めていく手が残ってるので、まあ、それでどうかっていうところですね。まあまあ、相手玉薄いからいい感じじゃない？やっぱこの戦法優秀やな。めっちゃいい感じ、今。めっちゃいい感じな気がしてる。この戦法、伊豆神。まあ、この戦法、実は、朝日杯っていうアマとプロが戦う公式戦があるんですけど、そこでアマチュアの方がこの戦法を使って勝ってるんですよね、プロの方に。それぐらい優秀で。うん、すごいよな。まあ、それはシンプルにそのアマチュアの方が強いだけっていう
説もあるけど、まあでも先方が全然ダメだったら絶対勝てないはずなんで、すごいですよね。で相手の方は銀を出て、角に圧をかけてくる。まあ次銀でで角を詰ます手を狙ってるんだと思うんですけど、これなんか一回ちょっとおまじないしとこ、まじなっとくわ。同角ならなんかこのラインに効かないし、同金なら壁になるしみたいな感じで、ちょっとエッチな感じで、いやらしい感じで言ってみたいと思います。まあ、こういう手なんかいやらしい手って言うんですよね。なんかどう対応しても嫌みたいな感じで、ちょっといやらしい手を指していきたいなと思っとるわけですが、同角か、あ、同角なんですね。これどうしようかな。風だったらどう何大学ですか、これは。同飛車でもそれ香車取れますもんね。風なって同金、そこで風打って、なんか銀こっち引いたら銀捨てて、同金ならこう飛車でドーンって飛車取るみたいな手はありますね。風なって同金、風にこっち引かれるとなんか飛車に紐がつくからうまくいかんのかな。いやでもそれ結構厳しい気がするけど、どうやろ。いやー、ふう、いやーもうなんかわからん。ちょ、ガリガリ行く。時間がないから行く。多分攻め繋がってる気がする。ふうなって、なんか同金とか見出して、ふうとか打って、わちゃ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 ってやっていけば、なんとかなるっしょ。将棋はノリ。将棋はノリのゲームなんで、将棋はノリでなんかやっとけば勝てる。そういうゲーム。ふうって、銀引いたら銀捨て、同金、飛車成りの筋を狙っていきます。これも銀捨てて同金、飛車成り、同銀で取られるけど、最後飛車打った手が王手、金、銀取りなんで、それ3つ全部は受からないでしょう。飛車取っちゃえばもう飛車中委員会の副理事長としては勝ちなんで、まあでも相手にも飛車渡しちゃってるけどな。てかこの破壊力やばくね。楽しすぎるんですけど、この戦法楽しすぎるんですけど、結構玉も硬いしなあ。歩叩いて一回同飛車に成り桂寄りみたいな感じかな。あ、銀は銀成りで、まあ銀の可能性ある。歩成り、角成り、取り、なんか謎のしばき合い始まるなそれ。いやでもワンチャンある。銀はこう角取りにしながら角成り狙ってくる。銀なり、角なり。ひえー、そこで飛車と、あー、しばき合い始まってる。マジか。銀なり、角なりですよね、多分。飛車浮いたら取られちゃう。風なると、風なると、風なると角なって取って、取って、取って、取ってみたいな感じか。うわー、待って、わけわからん。でもな、風なりはな、なんか置いときたいんよな。風なってこうこういっちゃうのがもったいない感じがする。後々、風なってここにと金作って、ここの玉の逃げ道を塞ぐっていうことしたいんで、ちょっとな、銀なりでいきたい。風叩きは同金か。そこで風なりはあるけどな。風叩いて、同飛車なら、銀なりが飛車取りになるんで、厳しいよみたいな。風叩いて角なって、風なって取って飛車。もうわけわからん。一回風叩いてみよう。わけわからんけど。得なのか損なのかよくわかってないけど。横逃げたら8筋が弱くなるんで、銀なりで、なんか突破しやすいみたいな。そういうノリ？そういうノリでどう？駒が当たりすぎている。駒が当たりすぎているんですけど。これで銀になって。同銀は同飛車なり。角なりに一回飛車逃げようかな。うん。なんかここに受けるとピュッて寄ってピュッて寄ってピュッて行く手があるから結構きついんじゃない。次取って成り銀寄って飛車取るとかも結構早い攻めやし、これで一回逃げて角取ってきたらもうこっち取ろうかな。それはチンパン？あ、これチン同歩なんかな。人間はしかし私チンパンなんで取ってしまいました。私はチンパンなので、はい、取ってしまいましたね。馬引かれて嫌やな。なんか飛車取りにしながらこの好位置に引きつけてくる感じ。しかしこっちの玉も
結構遠いと思うよな。なんか右側にまだ逃げていくルートがあるから、銀なりとかでこちょこちょ攻められんのハイパー怖いけど、馬には飛車寄って後々飛車なりが狙いやすくしておくか。激戦すぎる。しかしまあこんだけ金銀取って将棋負けることって、あーこれ寄ったら角とか、いやでも飛車なってどうなんやろ。角って聞いてる、聞いてるようであんま聞いてない説提唱していくか。成り系で止まってるから、なんか金に狙いつけられてすごい怖いんですけど、いやー打たせる人おらんかったかな、打たせる人おらんかったかも。こんな早くの、早く寄りたい、寄らせろ寄らせろ早く寄らせろ。それはそれは何色寄って、銀なりに馬に寄ったりすれば全然寄らないと思うけど、いやわからん、もう寄るしかない、もう受けもないし寄る。これ飛車逃げても飛車成りとか歩成りで帰って早くなるから、相手の方はもう受けはなさそう、受けはなさそうですけど、激戦すぎる。そして丸のガリガリが始まっていく。これはお互い今ど、なんかもう銃を突きつけ合ってる感じ。どっちが早くこう銃を出して撃てるか、こうマシンガン、マシンガンというかガンナーの戦い、早抜き戦。お互いこう迫ってるんで、お互いこう攻め駒が、相手の攻め駒が近づいてきてるんで、もうほんとこめかみに銃口を突きつけられてる感じ。どっちがタイミングよく先に銃口を引けるか、そういう感じな。角打ち、あここを狙ってんのか。ひえー、待って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 、取ったら同玉が銀打ちからの詰めろになる。でも飛車取って同玉って危ないと思うけどな。てか飛車成りが詰めろか。一回こっちの玉まだ詰めろではないと思うんですよね、駒渡さなければ。銀なっても寄って詰まない、馬入っても寄って詰まない、だから駒渡さずに詰めろかければ勝ちだと思う。でこれ飛車なった手がさすがに詰めろでしょう、読み切れてないけど。飛車取って逃げて、飛車打って逃げ、いやーちょっと詰まんのかな、上がなんかスルスルスルーがあるから、取って取って逃げて金打って逃げて取ってどけ、あ詰み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 、これ詰めろ詰めろ詰めろ、読み切りました。それは読み切った。相手玉は次放っておくと詰みます。問題はここでこっちの玉が詰むかどうか。詰まないと読んでるんですけど、詰まないでしょう。ここに銀とか打たれたら今詰むんですけど、ないから詰まないはず。飛車逃げられる、いやそれで耐えた歴史は見たことがない。ここで受けに回った、一回銀で受けるとかもあるな、ワンチャン。うん、それはワンチャンありそう。うわーそれは取って、これはまだ詰めろ、まだ詰めろって書いてる。あーこれ金打ちは詰めろですけど、これはさっき詰みを読み切ったんで詰みのはず。あれさっき何考えたっけ、金打って、あそうそうそう、金打って詰みなはず。金打って逃げて竜切って同玉に飛車打てば上上がれないから、これは詰みですね。激戦激戦だけど、まあ結構ソフトにかけたらずっと良かったんじゃないかなっていう気はする。うん、これで最後逃げて金打っていけば詰みですね。対局ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。先手番なんで上振れてたらこっちがいいんですけども、まあ序盤下がってるんですけど、まあ結構こっちが攻めていける展開になったんで、まあなんか実戦的には結構こっちがグイグイいけて、まあ刺しやすいというか刺せる形なんじゃないかなって思いましたね。で、そのグイグイ攻めていける勢いが生きて、まあ後半、こう戦いが本格的に始まったあたりから、こうリードを一気に奪うことができて、最後はまあ押し切れたっていう感じの内容でしたね。いや、だからこれやっぱ攻めていけるから優秀やな。こう飛車先逆襲していったんですけど、本譜。ああいう攻めってなんか分かってても受からないこと結構多いから、受ける側、まあ今回で言うと相手の方側からすると結構嫌だと思うんですよね。だからすごい優秀だと思いますね。まあ今回は形勢が動いたところ2つ見ていきたいと思います。まあ1つ目はここですね、この1手前か。ここがまあ
こっちがちょっと良くなった局面なんですけども、相手の方桂馬打ったんですけど、いやこれ結構嫌かなと思ったんですけど、まあなんかソフト曰くあんまり打たないでこの桂馬は持ち駒に温存しといた方が良かったみたいですね。かえてじっと銀を出てこの角頭に圧をかける感じの方が良かったみたいですね。これ銀出とくと本譜角出て飛車取りにしたんですけど、こういう時に歩突きで一回角道を止めることができるっていうのも銀出のメリットですね。であと桂馬を持ち駒に温存されると、これどっかで桂打ちの両取りがあるっていうのをこっちは気にしないといけないっていうのも、まあ嫌なところかなと思いますね。まあ今は同角があるんで打てないんですけど、角が動くとこの桂馬が来ちゃうんで、まあこれを警戒しながら指し続けないといけないっていうのが、まあこっちとしては結構嫌なところかなと思います。まあでも桂馬打つよな。桂馬打ちたくなりますよね、これ。両方は受からないんで、まあ両方受けれては桂馬があるんですけど、これ風なって、同桂と取らせればこっちなれるんで、まあこっちちょっと嫌ですよね。打ちたくなるけど、まあソフト曰く打たない方が良かったっていうことですね。で、角出て。で、まあこの辺りで若干こっち良くなったんですけど、まだそんなはっきりいいわけではなくて、はっきり良くなったのはここですね。相手の方が銀が出たんですけど、銀出にはなんか風とか叩いて本譜みたいにガリガリ攻めていけば、結構この攻めがうるさいみたいで、ここからはっきり優勢になってました。でも銀もな、自然よな、なんか角と狙って、あと風付きで角道止める手を狙って。こういう自然な手が悪手になるのがやっぱ相手の方の、としては嫌なところですよね。こう受ける側はなんか自然な手でも、こう行ってこう、なんて言うんですかね、不用意な手を指すと、一気に攻め潰されてしまうので、まあ結構相手の方としては大変なのかなと思いますね。で、ここで実際どうすればよかったかっていうと、ここ突く手が良かったらしいですね。同歩と取ると角道止まって嫌ですし、同角と取ると、ここで銀を出れば、角取りで銀を出れるんですよね。本譜は単に銀を出たので、この手が何でもなかったんですけど、5五歩、同角を入れてから銀を出れば角取りになって、これ大きいですよね。角引いたら、まあ、歩打って角道止めるとか、ですかね。あ、違う。あ、まあまあ、それもあるか。あとは歩打って、まあ、我慢しておく手もあるらしいですね。あとはちょっと反撃含みに歩を垂らして、こっちの飛車の利きを止めるっていう手もあるみたいですね。まあ、この展開ならいつでも銀出から角をいじめる手も狙えますし、まあ、成桂と歩で、こっちの攻め駒を抑え込んでるんで、これは結構激戦みたいですね。まあでもあそこで5五歩って言われたら思いつくけど、難しいよな。まあただなんで。こう5五歩、ほんと言われたらな。同角で銀出れますよって言われたらわかるんですけど、言われる前に気づくって結構こう言って難しいですよね。まあそれが将棋の難しいところではあるけど。まあ、5五歩なら激戦だったみたいですね。本譜は4四銀に、まあ、この歩を打つかは微妙なところなんですけど、まあ、こんな歩なったりしてガリガリ攻めていけば、結構この攻めがうるさいみたいで、こっちが優勢になって、まあ、以下は優勢のまま押し切ることができました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。